お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、これどんぐらいぶりなの？いやもう正直、うん、結構経ちましたね。全然渡辺さんサボってばっかり。申し訳ございませんでした。とサボり癖癖っていうかもうサボってる。はい、だいぶ間が空いてしまいました、ね。伊藤さんも全然サボり癖。はい、サボり癖です。ねえ、はい。いやしかし暑いよ連日。いやもうやばいですね。ニュース見てももう。で今日もすごい暑いんだけど、はい、なんか明日明後日とかがもっと暑いっていうの？ええ。うん。そうなん。なんか。さっきなんか携帯にさ、はい、なんか熱中症アラートみたいなのが来たのよ、はいはい、でもさっき来たら今更と思って、うんうん、もう終わるじゃん今日と思ってさ、ね、今更と思ったら、はい、明日のなんかアラート、うん、なるほど。でなんかさっき誰かが言ってた明日明後日がもっと暑いんじゃないかなって。いやもうよ、勘弁してください。すごい暑いよね。やばいですね。もう僕はでもね、はい、昨日一昨日と、はい、仙台の方にちょっと出張でね、はい、行ってて、でセミナーを、うん、まあ、夜というか、うん、夕方からね、はい、やらせていただいたりして、はい、ほんで日中はねちょっと親睦を深めるためにね、うん、向こうでゴルフを一回やってきたんですよ。この天気の中これがね、うん、まあ、朝から午前中はまあでもまあ暑いけど、はいはい、まあでも天気がいいしなーなんつってやってた、うん、もう午後はねもう修行そうでしょうね、まあ、ううね、もう立ってるだけでね、うん、汗だらだらでクラクラしそう。いやー暑かったね、うん、そんな中びっくりしたけどね、よくゴルフできましたね。それがまたね、うん、調子良かったね俺。全然まあ普段もう今ゴルフやってなくてね、はいはい、で練習とかも、うん、もう全然行ったりしてないんだけど、はい、まあね我々そのアマチュアというか素人はね、うん、意外と練習なんかしない時の方が調子良かったりする時あるのよ、はいはい、もうねなんかすごい調子良くてね、はいはい、結局ねスコアはね89。おお、すごい。90もギリギリ80台。すげえ。ね、それはすごいっす。楽しくやってきたよ。いや、それはすごい。めっちゃ暑かったけど。いや、まあそうでしょうね。うん、かなりやばいで。で、一緒に回ってる人が、ほら、なんていうの？今うちの子供なんかも部活じゃなくてスポーツクラブね、はい、ミニバスなんかやるときに持ってたりするけど、はいはい、ほら冷やすやつ氷入れて水入れてさ、はい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 、ああいう、うん、何て言うんだっけ、はいはい、あれ氷のああはいはいはい氷のね、うん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 、あれ持ってきてる人がいてさ、はいはい、でこうやってこの辺冷やしたりするんだけど、はいはいはい、俺なんかもう他に一緒に回った人をさ、はい、あれでこうマッサージしてやってさ、うん、あ素晴らしい。俺なんか一回も使わんかったよ自分にはおお使ったわでしょうね。あれでやっぱまあ冷やすだけでもしちゃう。もうねあっという間にさ、はい、もううち子供なんかもうほら夏休み入って、あもう突入しました。おお夏休みシーズンですよ。そうですね、ね、もうあっという間。夏休みなんてまあもう当然大人になってからはないんだけどさ、はいはいはい、ね、はい、夏休みの思い出とかって何かある？夏休み、うん、夏休みは、うん、もうちょっと小学生の頃ですけど、うん、だいぶ前ですけど、うん、やっぱりそのカブトムシとかクワガタっていうのを、うん、まあ、毎晩のように探しに行って、うん、僕実家がすごい田舎なんで、うん、必ず木にいるんですよね。あそう、うん、それを本当毎日夜になると夏休み、うん、もう友達と待ち合わせして、うん、当時携帯とかないんで、はいはい、どこどこの自動販売機の前に8時にみたいな、うん、って言ってよく行ったなっていう、うん、はい、なんかある？興味がない私ですか、うん、夏休みの思い出、うん、夏休みの宿題が嫌で嫌で、うん、ギリギリまでやらない、はい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 、2学期が始まるギリギリまでやらないで、うんうん、毎年お母さんの雷が落ちて、あもうバカの典型だね。そうそう、泣きながらやるっていう、うん、まあ、まだ時間あるし日があるしなんつってね、そうそうそう、いついつになったらなんつって、うん、結局最後の、ね、うん、もう時間なくなってね、うんうん、あるだ、うん、あるある、それくらいかな。
ですな、どっかなんか恒例行事的に家族でこうとかそういうのはなかった？夏、うん、夏ってあったかな。だって今なんかはほら8、まあ、我々はあのお店が8月のお盆を過ぎた週ぐらいがね、はい、あの定休日と絡めて、はい、あの一応まあお盆休みっていうかね、はいはい、3連休なんてのがほらお店であって、はい、大体だからそこら辺でさ、はい、もうなんか恒例的にあの家族旅行とか行ったりするでしょ。まあそうですね、行ったりします ね、 ね、そこが毎年、うん、うちもやっぱ毎年恒例の旅行の日っていう感じですけど、うん、僕子供の頃だと、うん、やっぱこう夏休みってお盆があって、うん、なんかそこで毎年親戚のお家の行き来みたいな、うん、あったね。で親戚に泊まってみたいなのがもう毎年恒例みたいな。それ楽しかったの？多分当時はやっぱいとこと一緒にこう遊んだりして、うん、まあ、楽しかったんじゃないかな。興味なさそうじゃないですか。もうへえ、うん、そうそうそう、俺あんまり好きじゃなかったんだよな、そのなんか田舎行ってさ泊まってこなきゃいけないっていうのが、はい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 、あんまり好きじゃなかったんだよね。そうか、うん、なんかでもそれは記憶があるな。でほらお盆ってさ、はい、あのお正月と違ってそこまでさなんかお小遣いとかももらえないしさ、まあまあまあ、何しに行くんだよみたいなさ、そうですね、うん、そんな感じで、あんまり好きじゃなかったんだけど、伊藤さんは何かあるの？私は夏は、うんうん、まあ、逆に、うん、あのおじいちゃん家に、うんうん、ずっとほぼ泊まってて、うん、親戚の人がじいちゃん家に来る、ああ来る側ね、うん、来る側、うん、迎える側ね、迎える側だったから、うんうんうん、なんか珍しいお菓子とか、あお土産的にね、みんな、ね、なんか持ってきてね、そうそうそう、うんうんうん、そういうのが食べれるから、あんま好きじゃなかったんだよな、そういうなんか。大体あんまりそんなになんかうまそうなの持ってなんか珍しきゃいいみたいなさ、ありましたね、なんかうまい、ね、まずいとはなんか別なんか変わってるとか そういうのいらないのよ別に。でもさ美味しいのでいいわけだから、なんか珍しいこんな見たことないでるなんて見たことあるかないかなんかどうだっていいんだよみたいなさ美味しいかどうか美味しいかどうかいらんねん、こうひねりいらんねんみたいな。そうですね、あんま好きじゃなかった俺そういうのな。じゃあさ、うん、代表さ夏の、うんうん、まあ、それこそさ珍しいお菓子じゃなくて夏の定番お菓子、うん、おやつ、うん、デザートだ、なんかある？いやもうシンプルだけどさ、うん、まずスイカだろ。ああまあそうですね、やっぱ美味しいスイカって美味しいし、確かにそうですね、本当まあ果物ってさ、まあ、特にそうなんだろうけど、はい、まあ、やっぱさ当たり外れとか物によってってのはやっぱあるわけよ。ありましたね、うん、まいスイカは本当にうまいね。間違いないですね、うん、それは確かにそうです。でやっぱり果物、まあ若い頃はあんまり夏だから食欲が落ちるっていうのもあんまなかったけど、はい、まあだんだんほらこの年になってくるとさ、うん、やっぱあんまり暑かったり日中なんかあんまり暑い思いすると、うん、そこまで食欲みたいなのがさ、うん、確かにそうですね、なんかない日ってあるじゃない。あります、うん、でなんかこうでも口には入れたいんだけどっていう時にやっぱだからさ旬のものってうまくできてるよな。なんかその時にはそれがやっぱ食べたくなるみたいなやっぱあるじゃない。うんうん、ありますね。うん、あとはやっぱトウモロコシとかな。ああいいですね、トウモロコシ。なんかそういうのやっぱ美味しいなってやっぱ思うよね、こういう時期は。確かにそうですね、うん、季節のもの、うん、そうですね、だからまあシンプルだけど、うん、そういう。あとねこれなんか新潟名物ってわけなのか分かんないけど、はい、流れ梅。あ新潟名物ですなの？あれ美味しいですね、うん、あれは衝撃的な。あれなんて言ったらいいんだろうな、見た目で言うとさ、はい、なんて言うんだあれ、ところてんみたいなさ、はいはいはい、鈴木ね、うん、まあ、パッと見のね、うん、見た目で言うとそんな感じなんだけど、ちょっと甘い蜜というか、そうですね、ちょっと甘い蜜があるのがあったり、はいはい、うん、あとなんかまあ蜜ないけどなんか味がもうついてて、うん、ちょっと割と甘さっぱりみたいなね、うん、バージョンがあって、ちょっと何種類かちょっとあったりもするみたいだけどさ、うん、流れ梅うまいんだ。あれは美味しい。流れ梅でいいよ。お中元。お中元。うん。残暑見舞い。ああ、うん、そうですね。いいです。夏のそういうお気遣いをいただくなら、はい、流れ梅。流れ梅さ、うん、代表はさ、うん、普通に食べる方が好き？どういうこと？普通に食べる方が好き？凍らしたり。ああ普通冷やしてね、冷蔵庫で冷やして普通に。普通派。うん、
あのね、伊藤家はね、うん、夏になるとやっぱりさ、そのお盆になるとさ、うん、流れ梅結構もらうんだよね、うん、だから、うん、流れ梅を凍らしておくんですよ、はいはい、でそれを、まあ、うん、シャーベットみたいにして食べたりとかもするんだけど、うん、あのね、流れ梅がね、うん、保冷剤代わりでお土産とかもらうじゃん、うん、そうすると保冷剤代わりに流れ梅を入れてくれるのね、うん、それが半解凍になったのを食べるのがうまいの。それなんか貧乏人の朝シェフみたいになってるじゃない。なんかちょっと今聞いててなんか何それ、保冷剤の代わりってちょっと何それ、保冷剤の代わりに入れてくれるんで、そういうのいらんのよ、そういうのいいのよ、美味しいよ、シンプルでいいのよ普通に、うんうん、でもなんかうちも最近子供たちがさ、はい、なんだっけ、あのプルントつったっけ、なんかこんなちっちゃいさ、うん、こうなんかいっぱい何個か入ってるあのこんにゃくゼリーみたいなやつなのかな、 あれをさ、はい、凍らしといてさ、はい、なんか食べててさ、はい、なんかやたら食ってるから俺もこの間もらって食ったらうまかったわ、意外といけちゃった、うん、確かにハマる、ハマるっていうかなんかこう、なるほど、ね、食べちゃうなっていうさ、確かにそういうのありますね、うん、ありますね、そうそう、まあもうだけどこれからがまあね、ついこの間だって梅雨明けしてさ、こっちは、はい、ね、これからが夏本番ってんだもん。いやもうどんどんどうしよう、もう背縮んじゃいそうだよ、夏終わったらちっちゃくなって暑くなってさ、溶けてね、なんか汗とか出てさ、うんうん、干からびてなんかちょっと体一回り小さくなっちゃいそうでさそれぐらい暑いですか、だからほら俺もうゴルフ1日行っただけで結構焼けちゃってさ、いやだいぶそうそう、そう思います、そうでしょう、はい、全然違います、うん、私も結構焼けたよ、釣りでしょ、釣りで、そうだ、釣りも行きたいんだ、キス釣りな、うん、ちょっとそろそろキス釣りも行かないと、うん、うん、でそろそろいい方もね、うん、出てきてる、うん、頃かなっていうのでね、サクッと釣れますよ、あ、そうですか、うん、サクッと釣れますよ、お、お、この間釣れたの、あ、釣れました、釣れました、お、いっぱい釣れた、いや、あんまり釣れなかった私旦那さんが旦那さんが結構釣ってたと思う、お、あ、そう、うん、ねえ、まあだからほら、うん、これから本当だ、ね、もう熱中症気をつけないと本当に、そうそう、水分はね、はい、で熱中症で脳にダメージを受けちゃうと、うん、もう治らないっていうね、その受けたダメージが、そうなの、なんか、うん、回復しないっていうよ、まあ、のその細胞がやられちゃうから熱中症って、そうなんだ、そうそうそう、だから本当怖いんですよ熱中症って、そうですね、あの具合悪くなって、ね、休んで治るっていうそれで済めばいいけど、うん、あんまりひどくてね、あの細胞に傷いっちゃうと、うん、もうその壊れた細胞が治らないっていう話もあるから、怖いな、それも怖い、侮れないですね、全然侮れない、本当に本当に危ないと思うし、うん、はいはい、もう普通に外、ね、動いてるだけでもさ本当に熱中症気をつけなきゃいけないのに、うん、まあ、運動するなっつったらなおさら気をつけなきゃいけないし、うん、ね、うん、あとやっぱり車乗る人は本当こう車内ね、やばいっすね、車内の、温度もさもう一気に、ね、上がっちゃうから、いよ、ね、エアコンなんかさつけても最初全く効かないぐらいの勢いの時あるもんな、熱風に感じる時さえ、うん、あるね、はい、だからその辺も気をつけなきゃいけないし、はいはい、ね、あと室内ね、うんうん、そうですね、夜も、夜、ね、夜どうしてんのエアコンとか、うちね、うん、旦那さんが去年それこそちょっと熱中症かかってしまって、はいはいはい、はい、それで夜寝る時もエアコンつけて寝るんですよ最近、はいはいはい、はい、だから寒くて私は逆に、でもエアコンってほらあのなんかあの温度調整とか、うん、あとなんかあのなんていうの、あの弱いあの、はいはい、ね、ありますね、省エネモードみたいなのもあるじゃない、そうそうそう、はい、28度設定の、うん、弱くしてかけてるんだけども、うん、寒くて寒くて私は、うん、そうなんだ、そうだから私はお布団かけて、うん、旦那さんは、うん、いいじゃない、夏若い頃はさ、はい、まあ、昔、まあ、僕らが若い頃はさ、はい、ね、今みたいにそのさ省エネとか節電とかあんまり言わなかった時代だから、うんうんうん、夏なんてもうガンガンにエアコンかけて、はい、部屋キンキンに冷えて、うん、で真夏でキンキンに冷えた部屋で布団をかぶって寝るっていうさ、もう超贅沢、これがもう幸せみたいな感じ、はい、伊藤さんだから今でもそれを体感してるわけでしょ、うん、だけど朝起きるとき、うん、頭が痛くなるのすごく、そうなの、頭痛みたいに寒くて寒くて、そんなに寒いの、私苦手なんですよ、湯たんぽ入れて寝てればいいよね、そしたら寒いんだまあそれも一つ、夏に湯たんぽ、まあ、まあそれも一つだよね、
だって、まあ確かにね、暑くて寝るのって不愉快だよ。寝苦しい感じありますよね。だからあのほらよくエアコンも寝るときに消すなんて人もいるけど、うんはいね、でもしくはあの切りタイマー使う人もいるっていうね、はい、何時間したら切れるっていうね、はい、あれ逆がいいっていうよ。入りタイマー、うん、切って寝て、うん、何時間後にまたつく。あ確かに確かにそうだ、うん、じゃないとあの寝てる間に結局暑くなって、はい、またなんかこう気分悪く目が覚めて汗だらなって書いてさなってます。なるでしょ。なってます、ね、鍋ちゃんが絶対なるじゃない。いやめっちゃなってます。そうでしょ。鍋くんだって 何年か前はさ凍らせたペットボトルを抱いて寝てたって言ってたよ。本当気持ち悪いなそれも。そうめちゃめちゃになるよね。ね、うん、だからそうか、そう入りタイマーにして寝るとき切って寝て3時間ぐらいしたらまたちょっとついて、あそれがいいですね、うんうん、いやそれ でほらあの元々その省エネみたいなモードがつくようにすれば、はいはい、そんな急にピューなんてさ冷えるわけでもないしね。あなるほどね。それがいいですね、うんうん、確かにそうそうですわ、うん、そうしようね、うん、だからそのなんかこう寒さね伊藤さんみたいになんかちょっとあの冷えるとすぐ寒いって思う人はさ、はいはい、まああれだけど、うんまあ、でもほらそれは なんて言うんだろうな、なんか暖かくすればいいわけだから、まあ、そうですね、まあね、そうだね。こっちはだってもうこれ以上脱ぎようもねえしよ。そう、汗がこうどうにもならねえからな。やっぱり暑いっていうのはやっぱりなかなか不愉快なね、いや間違いないです、感じがあるから、はい、うん。まあでもね、まあ、これからひと夏、まあ、言うても夏やっぱりテンション上がって、はいそうですね、楽しく行こうぜみたいなところもありますから、はい、いろんなイベントとかもあったりね。そうですね、うん、これからね、ありますね、花火とかも。そうそう、でもう僕大好き我らが上杉さんもね、はい、結構もう海外のイベント参加したり、あと8月から今度ツアーね開始、もう新潟全く来ないですけど、まあ、ツアーがね開始されたり、うんはいはい、あとワンズがね8月の30日ぐらいだったかな、うん、後半にね、うん、あのアルバムニューアルバムがね発売になったりとか、もういろいろ盛り上がってきてますから。なるほど、やっぱ夏ですね、うん、もうちょっとするとこう我々がね、はい、こうトークをするトピックスが出てくるんじゃないかと思いますけど。なるほど、ね、夏に入るとそうそうそう、いろんなご報告事がいっぱい出てくるかななんて思いますけど、うんうん、ね、まあ本当久しぶりにね、はい、お話をさせてもらってますけどね、なんとなく久しぶりだからちょっとこう不慣れな感じがねだいぶねなんかね、うん、今まで散々普通にやってたんだけど、うん、ね、うん頼むよ。頼みますよ。本当に。私忙しいんだよ。でほら最近はこの YouTube とかそういうのも、はい、ね、昨今はもうショートブームなんて言われてますから。ショートブーム、ね、ショートショート、はい、そりゃそうですよ。こんなそもそも僕らだからいつも言うけど、何が楽しゅうて俺らみたいなやつの話をそんな10分も20分も聞くんだって話を普通に考えたら、まあね、まあね、そうでしょ、うん、そうですね、そうですよ、うん、でたまにちょっと なんかちょっとええこと言うたなこいつみたいな時あるけど、はいはいはい、最近渡辺さんもなんか気の利いたふりをしてくれないからなんとなくこうなんかいい話もしにくいみたいなのもあるし、もう一回戻していきましょう。ちょっとテーマ考えておいて今度 ね、フリートークはフリートークでいいんだけど、そうです ね、ちゃんとそういういろいろありまして、もう一人でもだから二人でもせっかく聞いてくださる方もいるんだから、ね、なんか聞き終わった後にちょっとためになったなとか、なんか今日はいいこと言うてたなあいつとか、そんなぐらいの会話ができたらいいのに、今日なんかもうあっちへな大変だなみたいな話しかしないんだ。たわいもない話しかしない、たわいもない話、ね、だからもうちょっと考えておいてテーマをね、これを気にまた、うん、またねちょっとこうしっかりと、ね、発信して ね投稿していきたいと思うんですけど、まあね最近はそれこ その昨日一昨日と出張行って、はい、そこで大先生のね、はいはい、お仕事のこうちょっと映像も撮ったりもしたから、おまたそれも編集しなきゃいけなかったり、うん、ね、まあチビがバスケやってて そうですね、それの様子をね、はい、撮影したりとかっていうのもあったりとか、はいはい、あとこれからまたね僕ちょっとお師匠さんのちょっと撮影もね、うん、控えてる、控えていて、うん、そうだからこの YouTuber ねもう渡辺さんちょっとしっかりやってくれないと。かしこまりましたね。了解しました。そうだよ。そうだよ。伊藤さんはだからあとショートをしっかりねやってもういいじゃない。ショートってほらもうなんか数十秒とかでしょ、はいはい、だからもう伊藤さんがさもうなんかこうやって、うん、こう伊藤さんがここにこうあ近い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 、うわ
ってか、まあ、そんなんでもいいから、こんにちは、もういいかも、なんだよ、そういうね、まあ、そういうもうよくわかんないのでもいいから、ちょっとや、まあ、とりあえず出しとくっていうのは大事なんだよ。あ、確かにそう、ね、とりあえずね、とりあえず継続をちゃんと、やっぱ投稿しないっていうのは良くないですよ。良くないですね。そうでしょう。そうだよ、バックレが一番悪いんだよ。そうなんですよ。ドタキャンとかバックレとか、うん、ね、うん、今言うのか分かんないけど、はいはい、自然消滅みたいなのが一番良くないんですよ。別れるならもう別れよって言ってよというね。なんかもういつの間にかフェードアウトみたいにやめてよみたいな、ね、そうだね、そういうの、そういうの一番良くないよ、自然消滅、今言うのかな、自然消滅言うのかな、自然消滅とか言う、聞かなくなったかもしれないですけど、うん、ないかも、でも前はよく言ってましたよね、そういうこと、そうそう言ってたじゃん、だからちゃんとお付き合いするならお付き合いしてください、私でよかったらみたいなことがあって、面と向かってね、そうそう、で、あ、やっぱ違うなと思ったらちゃんと会ってね、うん、別れましょうって言って、そうです ね, ね。今ないと思うよ。今はもう何 LINE？ 昭和だな。え ？LINE とか。LINE とかメール、あ、LINE とか。メール？メールって言わないでしょ。何？LINE とか。LINE だね。ね、うん、もう無理ピーみたいな、うん。そう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 。あとスタッフで。もう無理ピーって来て、はい、って思って返そうと思ったらなんかもうなんかブロック、ブロックされててね、うん、そうそうそう、全然届かないみたいな、そういう感じなんかな今。最近。まあでもそうだ、ね、かもしれないです。そうかもしれない。ね、そうですね、あ、まあまあまあもうね、はい、だから次からちゃんといろいろまとまったね話ができるようにちょっと準備頼みますよ、はい、ね、ました、ということでもうね本当新潟は明日明後日ぐらいもまたなんか猛暑だということですけど、まあ、全国的に多分ね、はい、なんか暑いんじゃないかなとかね、そうだと思います、思いますし、はい、ね、夏は最近だともうゲリラ豪雨とか ね, ありますね、本当に被害を受けているようなエリアもあったりしますし、もういつね自分ところがそうなるかもわからないんでね、はい、まあ、ちょっとこう気をつけながら、はい、お家にねちゃんとほら避難具とかちゃんとね、はい、防災用のね、はい、そういうのをちゃんと用意したりとか、そ う, です、ね、そういうのも大事ですよ、大事です、これからね、準備して、はい、なんでね、はい、で僕ほら頭痛持ちだから、はい、出張の時はロキソニンとかちょっと用意しておいてもらわないと、そうですね、今回なくて、あれあるとね安心なんだ、あると意外と飲まなくて済むんだよ、うん、ない時にないとなんかね頭痛くなったりとかするから、ね、あれ持ってるの大事だね、あれはお守りで、うん、そうですね、お守りだね、うん、ね、そういう感じで、もう皆さんね本当に体調には気をつけて、はい、またね、はい、これからしっかりと投稿していきたいと思いますので、お時間ある人は見てくださいということで、次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。次の投稿とかってねいつになるのか分からない、いやもう早めに行きますよ、1ヶ月以内に遅いな。